私は私船小木屋の、ピアニスト役で、出演させていただきます。北村幸也です。いくつか今までに朗読をさせていただきましたけども、新感覚と書いてある通りですね、リハーサルの時点で、生演奏のピアノを聴いたりとかしてちょっと鳥肌が立つぐらい、個人的には本当に僕のなんか壺に入っちゃうぐらいの、好みな作品になってます。なるべく本当に震える感情を抑えながら、本番は、よき緊張感で、お客様とですね、一緒に体感できればなと思っておりますので、ぜひぜひお越しください。お待ちしてます。Thank you.